いです。書評です。8月15日の回線、これは池上司さんの小説です。フィクションなんですけれども、史実に基づいた、小説で、とても面白かったです。どこまでがフィクションでどこまでがノンフィクションかちょっと自分で調査してないので分かんないんですけれども、事実としては、ソ連が8月15日の終戦、ポツダム宣言受諾のあと、正確には8月18日に千島列島のシュムシュ島に攻撃を開始して侵攻してきたと。それは事実であって、そして、日本軍が、ものすごく果敢に戦って有利のうちに停戦したというのも、事実でした。それからソ連はあわよくば、北海道にも侵攻しようと考えていたということも史実で、分かっていることなので、この小説はそういう土台の上に、書かれたフィクションです。面白かったのはですね、あともう一つ史実としては、日本軍というか満州国の、当時関東軍がですね、不具計画という、この中には不具計画は書いてないんですけども、いわゆる不具計画の一部が書いてあって、不具計画という名前ではなかった、では出てこないんですけども、どういう計画かというと、ユダヤ人を満州国の一部に、ヨーロッパから避難してきたユダヤ人をかくまっていたという事実があったんですけども、その事実のゆえに、そのシュムシュ島での戦いの停戦にアメリカを動かす、そういう、外交交渉をしたというような、そういう、物語がここの中に入ってきています。全力で戦う日本軍の、その裏側では外交交渉をする日本人たちの、外交交渉で米国に停戦を、8月15日だからもう戦争は終わっているんだけども、ソ連が攻めてきたので、仲裁をしてくれということをマッカーサーに、直談判していく、人々の、そういう話が出てきます。戦場での話、日本軍の話、それからソ連の人たちの話も出てきて、場面は多岐にわたるんですけれども、その不具計画がユダヤ人にオンというか、ユダヤ人を動かすようなきっかけになった。ユダヤ人がそのアメリカ政府を、マッカーサーを動かすようなことをしてくれたというようなことは事実なのか、事実だったらすごいなとは思うんですけれども、とても感動的に迫力ある外交交渉として書いてありました。それからもう一つ事実として、当時ユダヤ人をかくまったのが日本だけだったらしいです。ここにはハンブルグ号事件というのが一番最後の方に出てくるんですけれども、それはどういう事件かというと、亡命しようとした、当時のナチスドイツから亡命しようとしたユダヤ人が乗ったハンブルグ号というのが、イギリスに向かうんですけれども、ニューヨークに向かったのかな、でニューヨークのアメリカ政府はハンブルグ号を、当時のナチスドイツに遠慮して入国を拒否して追い返してしまうんですね。それは実際にあった話らしいので、それは米国史の汚点であるということで、日本のその、マッカーサーを動かそうというする外交交渉をしている人が、そのハンブルグ号事件を、ある意味脅しに使うんですね。日本人はユダヤ人のバックがついているぞと、世界中にそのハンブルグ号事件を、日本人が握っているそのいろいろな事実を交渉して、ハンブルグ号事件の米国の汚点を、世界中に知らせるようなことになったら、あなた方にも良くないと思うんですよねというような、当時大統領選挙出馬を考えていたマッカーサーにちょっと脅すようなことをするんですね。それが なかなか、迫力のある文体で書かれてて
面白かったです。それはフィクションなのかなとは思いますけれども、でもそういうことがあってユダヤ人の力を借りて日本が分断国家にならなかったんだっていうことがひょっとしたらあるのかもしれないと思いました。ソ連がシュムシ島からさらに千島列島を下って北海道を占領しようとしていたことは事実ですし、ドイツは分割されたし、朝鮮も分割されて、ベトナムも分断国家になったし、インドはパキスタンとバングラデシュが分離してパキスタンとインドは対立するようになったと。裏社会で世界を牛耳る人たちはひょっとしたら日本も分断国家にしてあんまり裏社会を世界を牛耳る人たちを悩ますようなことのないようにしようと思ったかもしれないなと。ところがユダヤ人に恩を売った日本人はそこをうまく外交上立ち回って分断国家にならないようにシュムシ島のところでうまい具合にアメリカを動かして調停させたのかなと。この小説にはそのように書いてあるんですけども、それもあり得たかなと。どこまでフィクションか、どこまで史実にものっとってるのかちょっとよくわからないですけども、こういう話はあり得たかもしれないなということを思わされました。とても面白かったです。それから最後の方ところで、登場人物が、復員してきて抑留生活から帰ってきた陸軍隊元隊員がですね、自分だけ生き残ってしまったっていう思いがあったのが、あるきっかけを通して、いや彼らのおかげで死んでいった者たちのおかげでこの地に帰ってくることができたんだ、生きることができたんだっていうふうに感謝する、そういう考え方確信に変わる一瞬があるんですけれども、それは著者が私たち生きている今を生きている日本人に対してメッセージを与えているのかなっていうふうに思いました。とてもその場面も感動しましたし、いろいろ考えさせられる、生きていることは何なのかということを考えさせられる良い本でした。星5つです。以上です。